Hey! Hoi, oh, minasan, c'est Gunsho, et aujourd'hui, on va se retrouver pour l'épisode 2 de Tale of Berseria. Yay! Donc, en gros, je suis désolé pour le premier épisode, mais il a été, big. J'ai pas vraiment regardé l'œil, on va dire, et c'est arrivé que j'ai fait moins de 45 minutes de gameplay. donc voilà, c'est du lourd. Mais... j'ai bien aimé le faire, donc voilà. Bref. Donc, mais par contre, là, je vais partir sur des épisodes de 30 minutes environ. Donc, voilà. Donc là, je me retrouve. Là, je vais sauvegarder. Voilà, la dernière fois. Donc, c'est parti. Alors, je crois qu'il faut que je retourne à la maison. Ok. Donc, on va faire ça. Là, j'ai mis le son en 3 étoiles. Parce que je regardais quand même l'épisode avant, je trouve que le son était un peu... voilà quoi. Il était pas vraiment à fond. Allez. Tadaima, Serika-nee-san. Moi, 7 ans m'ont passé, là. 姉さんとお腹の子が亡くなってから。しまった。プリンセシアの花、お供えするの忘れちゃった。姉さんもお父さんもお母さんもあの花が大好きだったのに。生まれてたらきっとこの子も。ごめんね。明日、岬で摘んでくるから。 Voilà, c'est quoi ça? Un citron. Cool, un citron. Alors, je crois qu'il y aura un truc de cuisine. Un peu comme la façon... Ouais, comme dans les autres offres. Je regarde un peu partout. Allez, rentre dans la maison. タイデマ。タイデマ。おかえり、お兄ちゃん。ラフィー、寝てなさいって言ったのに。ちょっとだけだってば。ほら、熱下がってない。すぐご飯の支度するから、横になりなさい。ごめんなさい。何これ。羅針盤。 磁石を利用して方向が分かる道具なんだ。そんなの太陽や星を見ればいいじゃない。天気が悪くても分かるんだってば。この発明のおかげで長い航海ができるようになったんだ。ほら、船が揺れても正確に測れるように、ここが動いて水平を保つようになってるんだよ。すごいでしょ。さっぱり分かんない。冒険の必須アイテムだよ。 なんでわかんないかな。また今度ゆっくり説明して。怪我しなかった？怪我どころか大量だったよ。兄さんも言うんじゃないかな。そろそろベルベットは免許皆伝だな。で、アーサー兄さん、今日は帰らないんでしょ？なんでそれを？ シアリーズが来て教えてくれたから。兄さんの精霊。あんた、本当に精霊の声が聞こえるのね。うん。大魔師の才能なんだって。あんたなら、兄さんに負けない大魔師になれるかもね。兄さんの本を読んで、いろんなことを勉強してるし。そうなりたい。お姉ちゃんと一緒に旅をして、 不思議なものをたくさん見たい。狩りだって滝集めだって僕がやるし、ゴーマが来たって守ってあげる。<笑>そうしたい。だけど、なってくれなきゃ困るよ。ライビセット、あと20年後くらいで。 そんなにかからない。<笑>じゃあ、しっかりしてることを証明して。まず
柔らかいミートボールシチューを作るから食欲がなくても頑張って食べることで、苦い薬もごまかさずに飲む。できる？もちろん。Merde. Ah putain, ça a coupé le machin, bonsoir. Alors, je crois qu'elle va dire je vais faire à manger, je crois. Un truc comme ça, je crois. Enflammé. Il y a un truc qui est apparu en haut. Ok, que dalle. Ah si. この子こんな難しそうな本を読んでるの？目が悪くならないかしら。日の前日、お姉ちゃんが一人でうりぼ上がりに行った。お姉ちゃんの剣にはアーサー兄さんの次にすごいから、うりぼ上に負けることはないと思うけど、強すぎてお婿探しに苦労しそうで心配だ。もっと女子力をアピールした方がいいと思うよ。あの子、読まれることを見越して書いてるわね。もう。兄さんが作った薪って、しつけが楽ね。何かコツがあるのかな？お姉ちゃん、シチューにほうれん草は入れないでね。好き嫌いすると、大きくなれないわよ。そうだけど、今日は仕方ないわね。今日は特別にほうれん草なしで、あんたの好きなカレー味にしてあげる。ああ、ありがとう。2階に兄さん特製のカレースパイスがあったわね。これこれ、辛さは。そうそう、今日ニコに重大な相談されちゃったの。今度うちに連れてくるからよろしくね。うん、相変わらず仲がいいね。まあね、あの子とは長い付き合いだし。それにしてもあのニコが恋なんて。ラフィー、あんたも好きな子とかできたらちゃんと私に相談しなさいよ。好きな子？あんたは意外に頑固だからちょっと年上がいいかもしれないわね。あと料理が上手かどうかもポイントよ。上手な子なら大体間違いないと思うわ。もう何を言ってるの？お姉ちゃんこそ自分のお婿さんの心配をしたら。お婿？あ、私はいいのよ。セリカお姉ちゃんの代わりにあんたとお兄さんのご飯を作らなきゃならないし、そもそもよその男の人を好きになるとかよくわかんないし。ラフィー、どうしたの？いや、もうショーも合う。大丈夫？今水を持ってくるから。平気だよ、お姉ちゃんが変なことを言うからちょっとむせただけ。あ、ならいいけど。ごめん、ちょっと話が飛躍しすぎたね。先が思いやられるよ。でも仕方ないのよ。弟の心配するのはお姉ちゃんの仕事みたいなものなんだから。わかってるけどね、弟だって心配してるんだよ。お姉ちゃんに幸せになってほしいって。僕だけじゃない、アーサー兄さんだってそう願ってるんだ。家族だからね。うん、家族だから。ありがとうラフィー。やっぱり私はあんたのためならウリボアを1000匹殺したって後悔しないよ。あっと、いけない、早く夕飯を用意しなきゃね。
えらいえらい。薬もちゃんと飲めたね。約束したからね。明日は火の夜になるよ。そうなんだ。あの日と同じ夜に。ねえ、今日は一緒に寝てもいい？もちろん。干し肉を作って、とっておきのチーズでキッシュを。あれ、ラフィちょっと、どこ行ったの？まさか、一人で村に？おお、熱下がってないかもしれないのに。あら、si j'ai quand même des trucs qui ont paru en entre temps. Non, il n'y a pas rien. Allez, on va sortir dehors. Je crois qu'il faut faire ça en fait. Allez, on va sortir dehors.おじさん、ライフセット来なかった？いや、シロンが。その本、兄さんの。ライフセットが書き写した写本だ。しかるべき商人に下ろせば高く売れる。正当な値で買い取らせてもらったよ。こんな分厚い本を。羅針盤、そうか、あれを買うために。いや、欲しそうに見てたけどな。おまけにつけてやろうかって言ったんだが、それじゃあ俺が損をしちまうって。いい子だが商売には向いてないな。じゃあ、あの子、お金を何に？俺は口止めされてるんだ。本人に聞いてくれ。まあ、je crois savoir。ベルベット、ライフセットが出歩いてたけど大丈夫なの？大丈夫じゃない。どこで見たの？森の方に行くっぽかった。探すのを手伝うよ。お願い。ニコは念のために村の中を。私は森に行ってみる。OK、fais dans la forêt。この子たちにライフセットを探させようと思うんだけど、全然動かないの。まるで何かに怯えてるみたいで。
façon, j'ai pas beaucoup d'argent. non. Bon, je peux pas acheter du tout. Attends. Ouais, ça, je sais pas, c'est dans les accessoires, armures, matériaux. Ça attend un matériau peut-être pour faire un truc. Objet recyclé. Je sais pas si les objets recyclés, normalement, c'est à vendre, ça, non? Je sais même pas combien. De toute façon, même si je les vends, ça me fera pas grand-chose, hein, en thune. Ça me fera rien du tout, 69 guilds. Enfin, c'est pas des guilds, je crois que c'est des manches concées. Enfin, y a un coffre, là. Non, mais ouvert. Putain, ils pourraient me dire qu'ils sont fermés pour ouvrir. Non, je veux pas aller là. Ah ouais, carrément. Carrément. Un cochon, un poulet. Allez. C'est quoi ces couchers? On dirait des lapins. Sérieux. C'est des lapins cochons. Là, il faut aller à la forêt, je crois, en train de sauvegarde vite fait. Créer une nouvelle sauvegarde, voilà, tac tac. Ok, je vais parler là. Peut-être parler à. Kitazo, Belbetto! Comba, mata, Hino Yoru ni Narundatena! Nananen maeto, onaji. Akai Tsukino. あれは何なの？何年かに一度起きる赤色月食だ。星の動きを調べれば次にいつ起こるか分かるんだと。古い言い伝えじゃ黄色の月はこの世とあの世をつなぐ門とも人間の罪の証とも言われてる。よく知ってるわね。ライフセットが教えてくれたんだよ、今さっき。ラフィーを見たの？あの子はどこ？それはごめん、知らん。Non, je crois qu'il est dans la forêt là-bas normalement. On va chercher la fille. Un truc des questions là-bas, je vais y voir. Là, je crois que c'est pour aller au cap. Life set, t'as pas vu? Non, je ne l'ai pas vu. Ah, ça. Si tu as vu, tu peux me dire. D'accord. Life set, tu n'as pas vu? Non, pas vu. おとなしく寝てなきゃいけないのに、出歩いたり本を読んだりで困るわ。好奇心の強い子じゃ、無理もない。ずいぶん難しい本も読んでおって、前に会った時は最新の航海術や異国の農法の話をしてくれた。あんなに里い子は何万人に一人だろうって。それほどでもあるけど。惜しいな。王都の学校に入れば。一角の学者になれるだろうに。王都ってタリエシンの港から何日も船に乗っていくんでしょ。ダメよ、病気が治ったって一人でそんな遠いとこに行かせられないわ。あら、ラサプル。しっかりした子じゃ。心配はいらんと思うがな。私が困るのよ。心配だし寂しいもの。Que c'est là. Je vais quand même voir. Meuh, c'est la vache! Ah putain! C'est une vache! On peut pas sauter par là. Tout le tour. Alors là.
Je lis pas à haute voix comme ça, au moins. Vous lisez par vous-même, on va dire. De toute façon, je ne vois pas lire les passages comme ça, quoi. C'est un peu trop chiant. Allons-y. Ouais, bien dit chiant. Ah bah, le village nostalgique. Ok, bien, c'est bien ici que je dois passer. Donc, vite fait l'heure. Ok. En gros, il me reste bah, au moins 10 minutes. Allez, on y va. Sanglier! だけ全くなにしてんのあんたは黙っていなくなって動けなくなったらどうする気だったのそうなったら苦しむのはあんただけじゃないんだからね。ごめんなさい。したいことがあるならちゃんと言ってよ。そりゃ欲しいものも買ってあげられない情けないお姉ちゃんだけど違う。そうじゃない。そうじゃなくて そうだ、お墓の花忘れてた。うん、だから僕、岬に積みにだけじゃなくて海が見たいんでしょ。それもあるけど今日は特別よ。一緒に行こう。いいの？その代わり今度黙っていなくなったらベッドに縛り付けるから。はい。 じゃあ、岬へ出発。出発。さあ、行くわよ。せいや、そこよ。ゴーク、しまった。ゴーカジ、ゴーカジ、そこよ。ゴーク。しまった。 こんなものかな。 Alors, on a tué le menu frottin. Allez, on avance. セリカお姉ちゃんたちのお葬式の朝も二人でプリンセシアを摘みに行ったわね。うん、4歳だったけどよく覚えてる。村にも岬にも
花がなかったんだ。そう、ゴーマに荒らされたから。そしたら突然あんたが崖から降りようとして、お姉ちゃんは慌てて僕を捕まえてすっごく怖い顔をして怒った。当たり前でしょ、あんたまでいなくなったら私どうしたらいいか。アーサー兄さんがいるよ。お姉ちゃんのこともこの世界のことも兄さんがきっと何とかしてくれる。それはそうだろうけど、あんたがいなきゃ寂しいのは同じなんだからね。わかってる、ごめんね。でもあんたが降りようとした崖の下にプリンセシアが二つだけ咲いてたんだよね。あの時風がふわっと吹いてきて、セリカお姉ちゃんと同じ香りがしたんだ。そうだったね。だから私は思ったんだ、あの花はお姉ちゃんからのメッセージだって。知ってる？プリンセシアの花言葉。かけがえのない宝物、いくいく年も健やかに。そう、私の気持ちも同じよ、ラフィ。うん、僕もだよ、お姉ちゃん。Ah, que c'est mignon. Je sais, pour certains qui regardent cette vidéo, c'est un peu... comment dire, voilà, gnangnang pour vous, mais ça fait partie du jeu. Et moi, j'adore ce type de jeu, on va dire, de temps en temps. À l'instar de Doom ou BF. Voilà quoi. Misaki, iko te ba. Ok. Ok, je vais voir combien je suis. Bon, mais je pense que je vais m'arrêter là, parce que sinon après si je continue je vais pas pouvoir m'arrêter. Là si on a un point de sauvegarde, je crois que je suis vers 28-30 minutes environ. Donc voilà, donc c'est la fin de ce épisode. Donc je vous dis à plus tard pour notre épisode de Tale of Berseria. Par contre ce sera sur 2 jours. Là en fait vous avez eu un jour de suite un épisode, voilà. Mais pour mettre en roulement avec Doom, on va dire, je vais faire un jour Doom, un jour Tale of, un jour Doom, ainsi de suite. Jusqu'à la fin de Doom. Et après, je pense que je vais faire un autre jeu à la fin de Doom. Donc voilà. Bon, ben, je vous dis à plus tard pour un autre épisode. C'était Gunshow. Bye bye.